パリの話、あ、組み合わせね。日本の、対戦相手がドイツとフランスと、あとオセアニアのどっかなんだっけ。でもいいとこ入ったよね。まあ多分 C チーム、 C グループが一番良かったんだろうけど、 A 最悪じゃない？アメリカ？カナダ？あ、違う、アメリカじゃないか、カナダ、ギリシャ、カナダ、ギリシャ、スペイン、うん、カナダ、ギリシャ、スペイン、あともう一個強いチームだよ、セルビア、セルビアだったっけ。でアメリカが C グループで、アメリカどっか、あ、ラトビアなんだ。じゃあドイツ、フランス、日本、ラトビアね。あ、まあラトビアか。まあそう考えると、まあどこも強豪なんだろうけど。あ、ギリシャじゃなかったっけ。ウェンマンヤマって結局出るん？フランス代表で。アメリカ、セルビア、南スーダン。ラトビアって、あ、ベルターンズがいるとこか。じゃあイージーじゃん。河村勇輝がベルターンズボコボコにして勝てるじゃん。フランスさえ倒せればって感じ。やっぱね、ドイツはちょっと日本と相性が悪い気がする。日本が相性悪い気がする。あ、ポルジンギスいいのか。南スーダンはゲイブリエルだね。まあでもこの件に関しては特に話すことないんだよな。まあでもやっぱドイツの方がやりづらそう。フランスの方が勝てそうな気はする。仮にゴベアがいたとしても、ウェンバンヤマがいたとしても勝てそうな気がするのはドイツよりはフランスな気がするな。いやでもそんなことないんか、舐めすぎか。まあもうやってみないとちょっと分かんないですね。ボンガのいいディフェンスね。確かに。いや、あそこはもうシュルーダーが河村勇気つけるのが一番やっぱしんどい。日本からすると他いないもん。ラトビアにもいないんじゃない、河村をつけるハンドラディって。だってワールドカップなんてほんとシュルーダーぐらいじゃない、河村勇気完全に抑えれた選手。フランスにもいない気がするんだけど。フランスって誰かを止めれる、河村のこと。フランスのハンドラーディってニリキナ、まあ、クリバリワンちゃん、まあ、ニリキナもいいディフェンダーだけど、まあ、シュルーダーには劣るよね。 あジョシュグリーンがいいのか。キリアンヘイズか。キリアンヘイズ選ばれるんちゃんと。ほんと河村が伸び伸びやれればチャンスはあるんだろうし、抑えられたらしんどいだろうし。でも伸び伸びやれるように、やっぱ日本のビッグマンは全員ストレッチできるビッグマン並べて、これもダブルパンチと一緒で、河村の中のドライブとホーキンソンの外のポップアウト、これもダブルパンチだからやっぱ攻めやすいだろうなとは思うけど。でゴベアのドロップディフェンスだったらやっぱホーキンソンの3は相性いいし、なんかフランスの方がなんかドイツよりもチャンスはありそうだなっていうのはやっぱ思うんだけどな。まあでもウェンバヤマいなかったからな。ウェンバヤマいたらまた話は変わってくるね。アメリカ代表誰選びたいか、誰っていうのはそんなないかな。そのバランス取れるならバランス重視で選びたいかな。もうテイタム、エンビード、レブロン、KD、カリーとかじゃなくて、なんかこうパワーフォワードはドレイモンド選ぼうねとか、アデバヨじゃなくてなんかワンチャンスティーブン・アダムズ選ぼうねとかさ、例えばだけどね。俺だったらそういう呼び方するけど、でもアメリカって本当なんか実力主義というか、バランス考えずにもう強えやつ呼ぶみたいな。でもマジで今でも覚えてるけど、ラビーンがどこだっけ、2022年とかに選ばれてた時マジで何もしなかったもんな。いなくて全然いいみたいな。ラビーン、リラード、ブッカ、ジェラミー・グラントとかで結果負けてるじゃん、そのアメリカも。やっぱバランスよ。普通にドレイモンドとか選んでいいと思うけど。日本代表どんなメンバーでどう戦う、うん。でもホーバースのあのやり方はすごい腑に落ちるし、あれでいいんじゃないかなと思うけど、ただあのピックを使わずにドライブでどうにかするっていう考え方は、あれはウェンバンヤマがいなかったら通用するんだろうけど、ウェンバンヤマがいるんだったらちょっと厳しくなるかなっていうのは思わんでもないけどな。ピック使うとずっとドロップのゴベアと対峙しなくちゃいけなくて、特に河村はもうあのレイアップ簡単に打たないじゃん。いかにブロックされないかっていうのを考え続けれる人で、だからこそゴベア相手に全然勝負に挑まずに流れ崩すっていうパターン起きそうなんだよね。でももしかしたらホーバースもそれを感じ取ってるのか、やっぱビッグマンと常に対戦しなくちゃいけなくなるピックアンドロールではなく、ビッグマン使わずにそのままドライブで仕掛けることができればゴベアっていう存在を隠すことができる、その選手と戦わなくて済むよねっていう。もちろんこれがホーキンソンがデッドロー立っててとかだったらゴベアのブロックはあるかもしれないけど、ゴベアがなんか逆サイドにダウンスクリーンしに行ってるとかさ、トップでステイしてるとかさ、なかなかゴベアがゴール下を警戒できない状態っていうのは、まあ、ホーバースも意図的に作ってるような気がするし、けどそれってやっぱウェンバヤマがいないから、ここにウェンバヤマがいるってなったらゴベアのところを隠し通せたとしても、まあ、逆サイドからウェンバヤマ飛んでくるんだろうなっていう。まあでもだからといってじゃあピックアンドロールでそれが解決するかって言われたらまたちょっと違うんだろうし、うん。
だもっとオフボールの割合を増やすしかないんだろうなっていう、ちょっとモーションチックにみたいな。ただモーションって難しいのは一人一人のクリエイトする割合がこう極端な話均等になっちゃうからさ、本当は河村があのチームだったら7割クリエイトを負担するべきだと俺は思うんだけど、モーションの時間帯ってそれが全員2割みたいな感じだよね。2割でもじゃあ吉井がそこのクリエイトに加入してフランス相手に通用するかって言われたらそういうわけじゃないし、モーションしながらも最終的に河村が攻めれるっていう状況をうまく作らなきゃいけないけど、それって多分モーションじゃなくないっていうのもあるし、だからセットオフェンス寄りのオフボールで相手をこう常に動かすような、スペインピックとかもいきなりスペインピックしてもやっぱベンバヤマとゴベアがブロックしに来るから、スペインピックを複雑にするんじゃなくてスペインピックする前を複雑にするっていう、そういうセットの選び方を俺だったらするかな。2パターンあるよね。セットの前の動きを複雑にするパターンと、そのやりたいアクション自体を複雑にするパターンで、スペインピックって結構あるじゃん、いろんなそのピックかけるはずの選手がそのままアウェーするとかさもあるし、まあその人がこう逆サイドのスクリーン使ってスリーポイント打つみたいな動きもあるし、スペインピックにもいろいろあるんだ。地でどうにかしようとするんじゃなくて、まあその前になんか、まあ、ウィーブっていうんだけど、こうハンドオフで手渡しを何回か繰り返してからスペインピックするとか、そうすれば誰がヘルプしなきゃいけないのかっていうのが結構曖昧になる。ずっとステイした状態だと、俺がよく言うのが I'm low っつって下の選手が I got low とかね、俺下だよ俺がヘルプ役だよっつっていうコミュニケーション取れるんだけど、そうさせないように常にこうコーナーとウィングが入れ替わるようなオフェンスをするっていうのは一つ目指すべき部分なのかなっていう気はするけど、でもっと言うと日本ってさ、あれないじゃん、ポストプレー。マジで皆無と言ってもいいほどないじゃん。ホーキンソンも全くやらんし、川又も全くやらんし、でポストプレーは確かに日本代表はあまりいい攻め方ではないと思うから、それで攻めろとは言わないし全く思わないんだけど、ポストにボールを入れてからのオフボールの動きっていうのは、これは俺はありだと思う。一番わかりやすいのだとウォリアーズだけど、じゃあドレイモンドとかルーニーがポストプレーするかっつったらしないじゃん、けどポストにボール入れるじゃん。あれなんでかっていうと、ポストってノンシューター扱いできないんだよね。スリーポイントにスペーシング取ると、そのノンシューター扱いするかどうかってディフェンダーに委ねられるわけよ、相手チームに。けどポストってゴールから近すぎて離れることできないよね。いくらそいつが攻めきないともみんなくっつくじゃん、ちゃんとこれをどうぞどうぞって2アームも3アームも下がってディフェンスしないじゃん。だからこれ結構勘違いされてることの一つだと俺は思ってるんだけど、スペーシングって言葉を聞くと3ポイントまで開かないといけないみたいな、広く取らなきゃいけないみたいな、それがスペースがいいみたいな考え方する人多いけど、ポストプレーって今言った理論だとその人ヘルプ出れないから、だからウォリアーズとかはポストにボール入れてもカッティングが成立するんよ。なぜならルーニーに別にね打たれてもいいはずなのに、ルーニーについてるマークマンはポストプレーの時は下がって守れないっていうのがあるから、カリーもクレイ・トンプソンも思い切ってカッティングができるっていう。でウェンバヤマとゴベアがいるってなったら、ピック使わないでドライブで攻めるっていうのは確かにゴベアは隠せるかもしれんけど、ウェンバヤマとの対戦は免れない気がするってなった時に、まあ、オフボールで動くことをもっとするべきなんだろうなって思うんだけど、さらにもっと言うとポストにボールを入れてからのオフボールの動きっていうのは、例えばじゃあホーキンソンにウェンバンヤマがついてたとしたら、その時点でまずウェンバンヤマをヘルプに出しづらい状況にさせることはできると思う。もちろんウェンバンヤマはそんな簡単な理論でねこう収まるような器じゃないから、その上でね、その上でさらにカッティングも守るみたいなことができてしまうかもしれんけど、まあでも基本的にはね、一般的にはポストしてるディフェンダーは守れない、ゴール下守れないから、まあ、ホーキンソンないしは、まあ、例えば吉井とかでもいいと思う。吉井とかにボールを入れて、うん、そっからオフボールで動けばウェンバヤマも勝てるし、例えばホーキンソンがねトップでステイしてればゴベアも隠せるし、まあ、もうめちゃくちゃ本当にうまくいったらの話だ。もちろん今度は相手が対応してくる番だから、だったらゾーンディフェンスでずっとゴベア下置いちゃおうぜっていうパターンも来るかも。まあもし俺が日本代表のヘッドコーチやれるんだったら、今日本代表に全く
全くないと言っても過言じゃないポストプレーをあえて導入させるっていうのはするかもしれない。あと日本がその世界で通用するためにはスリーポイントっていう時代の流れに逆らわずにね、アメリカとかスペインとかヨーロッパとかね、今スリーポイントの時代になってるけど、その流れに乗っかるべきだと思う。なんだけど B リーグで勘違いが起きたのが、まあ俺が勝手に思ってるだけなんだけど、 B リーグもスリーポイントの本数めっちゃ増えたんだけど、それでもやっぱり得点は思ってより伸びてないような気がしてるね。実際の数字知らんよ、感覚で話してるけど。けど NBA はめちゃめちゃ伸びたじゃん。スリーポイントの時代になってからめちゃくちゃ伸びたじゃん。得点平気で130点とか取るようになったじゃん。今までそんなん考えられなかったよね。で日本もその流れに乗るはずなのに、日本はそうはなってないよ。この違い何かっていうと、スリーポイント打つ過程なんよね。過程の中にイージーショットが含まれてるかどうかっていうのがすごい大事で、だからまずレイアップなんよ。結局はレイアップを狙える、そのレイアップを狙う過程の中にスリーポイントがあるっていう期待値と、スリーポイント打つためにデザインされたオフェンスってその期待値って意味が待ってくるんね。だお互い仮に 33% でスリーポイントだけ見たら期待値1かもしれんけど、まず初っ端レイアップ狙うようなその過程の中で生まれたスリーポイントの期待値って、そのレイアップっていう部分が隠れてるわけで、5回に1回はカッティング成功するとするじゃん。ってことは、で、まあ、カッティング成功したら必ず2点入るとしたら、なんぼ？あ、まあ、4回にしようか。4回だと 0.5 点だよね。で、1回カッティングすると 0.5 点入るわけよ。ってことは、その、同じ3ポイントでも、カッティングを必ず入れてからのスリーポイントの成功率が 33% のチームと、カッティング1回も入れずにスリーポイントを初っ端狙ったチームの 33% って、そこだけ見ると同じ期待値1だけど、カッティングが4回に1回絶対成功するっていう計算でいくと、うちの 33% の確率期待値って 1.5 あるわけじゃん。まあ、すごく単純な計算だけどね。まあ、4回に1回成功してるってことは3の本数が1個減ってるわけだからとかね。そういうのはちょっと、そういうツッコミは一旦なしにしてね、小学生レベルの算数の知識で話すと、まあ、大体そんなもんや。そこだけで100回やったら50点の差が生まれるわけよ。俺 B リーグのそのスリーポイントが多頭になったのに得点が思ったより伸びなかったっていうのと、逆に NBA は思ったどころかはるかそれ以上に得点が伸びてしまったっていう NBA の違いはやっぱそこにあるんじゃないかな。で NBA はじゃあカッティングめっちゃしてるチームかって言われたら、やっぱそういうチーム少ないじゃん。けどなんでね得点伸びたかって、やっぱ個の力が強すぎて、やっぱ3打つってなってもドライブでレイアップ狙ってでダブルチーム来たからキックアウトしてのスリーポイントがすごい多いわけよね。だから NBA だとペイントタッチはすごく重要だっていう話があるわけだけど、けどやっぱ B リーグはまず個の能力が NBA と比べた時にそこまで自分でずっとレイアップ狙える選手っていうのはなかなかいない。けどスリーポイントっていう部分は時代に乗っかろうとしてる。ってなるとどうなるかって、1対1から避けてただただ外から打ってるだけだから、本当にただの期待値1だけなんよ。33% 入りますねだけなのっていうのを考えた時に、日本代表のレベルでじゃあアメリカとかヨーロッパに勝つためにどうしていかなきゃいけないかって言ったら、レイアップを狙った過程でスリーポイントを増やすっていうのを考えなきゃいけない。で NBA だと個の力でレイアップ狙えるけど、日本代表がそうじゃないんであれば、まあ、河村とかはもうそれができちゃうような気もするけど、チーム全体的にはそうじゃないから、そうなった時にやっぱオフボールでどうカッティングを増やすか、でその過程でどれだけスリーを打てるかっていうのが大事だと。で、俺がヘッドコーチだとしたら、そういうチーム作りをきっとするんだろうなと思う。